ションに入りました。一球対決投げた、どうだ、見送った。いきなり1球目は見送ってまいりました。さあ伝説の OB、 一打席対決第2球を投げた。この2球目も見送っています。高橋忠、1球目も2球目も。背番号42、クルーン第3球を投げた。スイングレフトだ、抜けていきました。クルーン対高橋忠、伝説の1打席対決、高橋忠がレフト線に打ちました。どうも勝負を繰り広げました。クルーン投手、試合でも選手の活躍に期待しましょう。交流戦シリーズ2017、伝説の OB、 1打席対決でした。